一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会は日本におけるランドスケープコンサルタントで構成されるランドスケープコンサルティング業界団体。略称は CLA。全国に6つの支部がある。1964年建設コンサルタント登録制度開始に伴い任意団体の増援設計事務所連合を発足。その後1967年に 日本造園設計事務所連合に、開祖、1985年から、建設大臣許可の社団法人の、日本造園コンサルタント協会、ジャパンランドスケープコンサルタンツアソシエーション、略称、やるかを設立。1998年に、社団法人日本造園コンサルタンツ協会、 コンサルタンツ・オブ・ランドスケープ・アーキテクチャ・ーイン・ジャパン、略称、CLA、1999年に、社団法人ランドスケープ・コンサルタンツ協会に、名称変更する。2012年に、内閣総理大臣民家の一般社団法人に移行。会員は、ランドスケープ関連のコンサルタント業を営み、会の趣旨に賛同する法人を正会員とし、この他に造園設計を業とし、 正会員となることを目途としている法人または、個人の順会員、会の目的に賛同し、事業の推進に協力する法人や個人または、団体の参助会員、会に功労のあった者または、学識経験者で総会において推薦された、特別会員で構成される。また資格として、登録ランドスケープアーキテクトを認定しており、ランドスケープアーキテクト連盟はその資格保持者の、 集まり、ユニオンとなっている。CLA 賞は、建設大臣許可の社団法人化を機に、会員の優れた作品や業務を検証し、協会内部だけでなく広く、社会に紹介することを目的として設けられた。選考手法は、各委員が、事前に配布された応募作品の資料に対して、募集要項に示された5つの視点、独創性、新規性、社会的課題解決力、 市民、ユーザー評価、プレゼンテーション化、ランドスケープ職能への貢献度から評点をつけ、選考会当日に集計しかつわかりやすく、表現されたものが優位に評価されることになる。そして優秀賞から漏れた作品を対象に特別賞、奨励賞について検討する。ランドスケープ分野のプロフェッショナルが行った仕事を、プロが評価し、優秀なものを表彰するというシステムに特徴がある。 同時に自分が手掛けた作品をいかにアピールするかというコンサルタントに求められる最も重要な要素を賞が単なる検証制度にとどまらずランドスケープコンサルタントの技術力向上につながると共に社会へアピールする材料として活用することも含め会員企業や従事者の糧になること応募者は事故が実施した業務の成果について 改めて応募資料という形に取りまとめるため、個々の業務の再チェック、すなわち品質保証の一翼を担うという面からも、機能させている。近年では、整備単価の縮減や一部回収のような、整備内容の小型化等の要因から、作品といえる、業務成果がないといったような意見や、応募期間に関わる指摘も聞こえ、これが応募に関わる、事務的な課題についての検討とともに、 様々な業務について良い成果を追求するための積極的な姿勢やさらなる工夫も必要とされていたが、2014年度に応募作品の募集に際し、表彰委員会による議論を経て大規模な改定を行い、毎年多少の改定を加えながら続けている。ありがとうございます。